藤原博さんとメッシ行ってましたよね今、はい、話題のトラビス、はい、フラグメント、はい、ナイキの、はい、入ってるやんフラグメントのトラビスの感じ。どうも、吉井です。毎度ご視聴ありがとうございます。今回ですね、僕たちのチャンネルの、準レギュラーって言ってもいい方がとある方とお会いして、しかもその後マジで偶然にもとんでもない引き寄せをした方にちょっと話を聞きたいと思います。本日もよろしくお願いします。というわけで本日のゲストはどうも、赤羽さんです。どうも、サルバニラ赤羽です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、2度目の登場嬉しいです。いや、赤羽さん、はい、ちょっと話聞かせてもらっていいですか。はいはいはい。この間インスタ見てたら、はい、藤原博さんとメシ行ってましたよねそうなんですよ。どういうこと。とあるご縁があって、昔吉本に、はい、品川の劇場があったじゃないですか。10年ぐらい前に速攻で潰れたんですよね。速攻で潰れた。あれ建ててる途中に潰れたんですよね。いや、だってちょっとやってたんだけど。僕500人ぐらい入る劇場じゃないですか、うん、あれどうも出て行ってお客さん3っていうのありました縦に3人でしたからね、いつもやってるつかみですけど、まあその品川で、うん、で、はい、アフラさんっていう、あ、いました、いました、ね、アフラさんが、はい、結構出てたの。いらっしゃいました、いらっしゃいました。なんでなんやろと思ってました。そうそうそう。で、その当時のアフラさんのマネージャーをやられてた方が、はい、まあ、慎吾さんって方なんだけど、はい、その方が今、はい、オッドジョブっていう映像の会社の今社長さんやってて、はい、ですごいよくしてもらってた俺は、はい、慎吾さんに、はい、で慎吾さんが今藤原博さんといろいろお仕事やられてて、映像関係で、でお茶してるから赤羽くん来ないってこと。やばっ。そう、え、マジで行っていいんですかってなって。やばっ。そうそうそう。でも行ってさ、はい、一緒にお茶して、え、どんな感じなんですか、その、あ、サルゴリラ赤羽ですって言った感じは。あ、どうも、すごい優しい人、もう人当たりいいし、もちろん俺のことは知らないし、はい、うん、まあ、でもすごいフレンドリーに気さくに話してくれて。え、そのどんな話するんですか。基本的にその慎吾さんと、はい、藤原博さんでもずっとお仕事の話をしてて、はい、で2人ともなんかコーヒーとか飲んでたんだけど、はい、俺だけスパゲッティとかいろいろこうで、なんか食べながらニコニコこうお二人の話をなんか聞いてるみたいな感じで。いや、食わないですよ普通飲み物だけで終わるそうですよ。いや、でも博さんになんか食べるって言ったら絶対食べるでしょ。まあまあ、いただいていいんですか、うん、とは言いますよね。あ、その流れあったんですね。そう、まあ、今、はい、話題の、はい、トラビス、はい、フラグメント、はい、ナイキの、はい、ジョーダンは、はい、ロート入って出ますよね。はい入ってるやん、やば、まあ、生で初めて見てんけど俺。初おろししてきました今日は。よし、一緒なんで。で俺これ、はい、え、ちょっと待ってくださいと、若葉さんのインスタで、うん、藤原博さんとお食事した後、うん、はい、やば、当たったみたいな、うんうんうん、限定オファーでしか買われへんやつ。はい、え、エゴだ。いや、多分神様と藤原博さんとやっぱ一緒にお茶したっていうのが、はい、そういうパワーをいただいたというか。だからもう前振りというかカットインが入ったってことですね、パチンコでいうところの。そうそうそう。で、俺本当にスニーカーの抽選とかでも、はい、冗談は一回も当たったことない。まあ当たらないですよ、まあ、当たらない。ダンクとかもほんま当たらないですもんね。当たらないじゃん。だから初めて当たったのがこれで。これだから、その俺はインスタ見た時にいやもらってんじゃんって思ってで、オフレコで、うん、赤羽さんほんまどっちなんですか、うんうん、ほんまに言ってくださいって言ったら、うん、ほんまに当たったんですよね。もう本当にびっくりして。これはえぐいよ。すごいよね。めちゃくちゃかっこいい。よいしょ。やばー。皮の質とかもめちゃくちゃ良さそうな。で、しかも赤羽さんこれもう履いちゃうんですもんね。はい、もちろんもちろん。そこがファッショニスタっすよね。もうガンガン履いていきましょうよっていう。だってこれ、まあ、スニーダンとかで言ったらもう 40、50万円今プレーンがついてますもんね
いやもうでもいくらお金に困ってもこれは売れないですね。これはそうっすよね、売ることはもうないでしょうね、はい、めちゃくちゃ羨ましいわこれ。ちょっと立ってもらっていいですか、ちょっと後ろ見させてもらっていいですか。後ろっすね、このヒールがね、これね、このヒール最高。ラグメントとトラビスのこの感じかっけー。ちょっと前向いてもらっていいですか。かっけーどっから見てもかっけーしね、うん、これだから、まあ、ローとハイあって、はい、あ、お座りください、はい。まあ、あの使いやすいというか脱ぎ着しやすいのは、うん、ローかなとか思ってたけど、うんうん、ハイめちゃくちゃかっこいい、やっぱいいわこれは。やばいやばい、いいなあ、かっこいい。でもやっぱそこも藤原寛さんってやっぱ、うん、男というか、はい、そんなもう上げ入れちゃいそうじゃないですか。確かに確かに、ハマってへんかったんちゃう。いや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 、こいつ飯食うてちょっと待ってハマってるまであるんちゃう。ハマってたよ、ハマってたよ多分。慎吾さん曰く、はい、あんまグイグイ来る人が苦手だから広瀬さんは。なるほど、だ俺みたいなタイプよりただただ飯食ってニコニコしてたしてたぐらいが良かったと思う。いやでも、うん、もらってないから。そうそうそう、くれへんもんなんか。やっぱね、さすがに、まあ、そこはやっぱ秒ファッションの、うん、まあ、神みたいなもんですもん ね、あの人なんか自分のもプレネめっちゃつくの分かってるから、うん、そうそう一人でもってことなんでしょうね。確かにね、抽選漏れへんように。そうそうそう、めちゃくちゃかっこいい。これは嬉しかった、本当に。やばー、やっぱ今日もさ、はい、幕張来るバスの中でさ、はい、俺先座ってたじゃん、はい、でやっぱり他の芸人は あんま足元とか見ないから、はい、別に誰も気づいてなくて、はい、で俺こうやって座ってて、まあ、バスの狭くて暗い車内で、はい、吉井が入ってきて、はい、私が俺に、まあ、おはようございますって言った瞬間にこう目線をあのスラムダンクの沢北のわからんて、沢北の目がトンってなる感じで、はい、もうすぐ足元見て、うおえぐっつって、ね、いやマジで俺の目線カメラでしたら、うん、ちょっとバスに座っててください。座ってて、おはようございます、おはようございます、うん、履いてますよ。早いな。え、履いてますよ。いやもう。さすが吉井よ。これやっぱ街歩いてて見られたりします。うん、いや見られる。え、今日初おろしですよね。今日初おろし。ガンガン見られます。だからやっぱ俺高円寺住んでて、はい、高円寺はまあ、あんまりそんなことなかったんだけど、はい、やっぱ新宿だね。新宿はやっぱすごかった。これやばいで。うん、で言ってもそのコント師じゃないですか、はいはい、だからキングオブコントとかでも衣装で履くわけにはいかないじゃないですか。いやいや、そうですよね、うん、でこれ大事な場面で履きたい感じはするけど。そうか、勝負グッズとしてね、うん、そうかそうか、めちゃくちゃ羨ましい。これを持って、ちょっと今回のコーディネートも見せてもらっていいですか。 ありがとうございます。本当に、毎回おしゃれですけども、いやいや、まずキャップが、キャップがですね、これあのニューエラーさんの、そう、ゴアテックスの、いいな、そうそうそう、シンプルで合わせやすいですよね。そうなんです、真っ黒で雨降っても大丈夫やし。そうそうそう、でこの T シャツは吉祥寺のチャンピオン、そうチャンピオン、はい、吉祥寺のねアパートメントさんっていう、はいはいはい、セレクトショップがあって、はい、もうそこ今すごいめちゃくちゃ好きで、うん、たまにちょいちょい行くんですけど、やっぱこういうね、俺でもオーバーサイズになれるぐらいの、うん、そうなんですよね。そうそうそう、めちゃくちゃ丈感もいいですもんね。そう、最高。ほんでやっぱショートパンツのバランスもめちゃくちゃいい。ありがとうございます。これはね、高円寺のラギットさんっていう、ラギットさん、もう僕いつもお世話になってるところで、はい、この感じめちゃくちゃおしゃれやな。嬉しい。本当いろんな方が赤羽さんのことをおしゃれですねって言ってました。T の、はい、タマさんっていうデザイナーさん、はいはい、よくお話しすると思うんですけども僕が、はいはい、そのタマさんが、いやあの、サルゴリラ、サルゴリラさんでしたっけ、そこのリアル感いらないですよね。あのー、あの何やったかな、ハゲ
羽って、羽だ、赤羽さんですか、そうそうそう、そこまでやるかいらないのよ、おしゃれですねって言われてました。嬉しいな、マジでおしゃれやねんな。すいません、今日はあの公演前に、いやいや時間作っていただいて申し訳ございません。とんでもないです。やっぱ、足元から何から全ておしゃれでした本日は、ありがとうございました。ありがとうございました。普通やったらこうもらえそうなもんなんですけども、やっぱりそこは抽選なんですよね。そこの平等っていうのに胸が熱くなりました、ご視聴ありがとうございました。これって紐、はい、黒じゃないんですね。これね、4つついてるのよ、紐が。え？青？白、黒、青、ピンク。ああ、ピンク。ピンクもいいんだけど、うん、で俺は白にしたんだけど、なんでかって言ったら、藤原ひろしさんが白にしてインスタゲストだ。ああ。これはもう白だなって。すごく忘れてた。何があるんですか？俺インスタに、はい、靴が届いて、はい、その箱の写真撮ったのをストーリーに上げたんだけど、はい、実は開封動画ってよくあるじゃん、はい、あれも俺初めてやったのよ。え？でも俺興奮しすぎてて、はい、鼻息がねってね、キモすぎてボツにしたの。え？ちょっとそれサルゴリ YouTube で上げた方が良くないですか？いやでもそれサルゴリ YouTube 今回ってないから。え、それ送ったら吉井かのむくとチャンネル、え、いいですか？え、いいの？収益上がったら全部渡しますマジ？じゃあほんまにもらってないっていうのが分かりますよね。あ、その証拠としてほんまに当たって興奮しすぎて鼻息荒い阿川さんの動画、こちらも出したいと思います。ありがとうございます。マジキモです。こちらの収益は全て阿川さんにお渡しします